シャドウザ・ヘッジホーク。僕の記憶に刻まれているのはこの名と、あの忌まわしい映像だけ。アリア！僕は一体何者なのか。そして僕がマリアと呼ぶあの女、彼女は。人間どもがどうなろうと、僕には関係のないこと。シャドウ、シャドウ、間もなく約束の時が訪れる。一刻も早く我のもとに全てのカオスエメラルドを集めるのだ。なぜ僕の名を知っている？約束とは一体。面白い。七つ集めると奇跡を起こすというカオスエメラルド。その石に僕の答えがあるというのなら、必ずや手に入れてみせる。ならば果たしてやろう、その約束を。黒の軍団と交戦状態に入りました。うわみんな、すまない。よーシャドウ、久しぶりだな。あの黒い奴ら、随分と派手なこと言ってるじゃないか。ちょいちょい痛い目に合わせてやろうね。奴らは強すぎる。カオスエメラルド、もう力が湧いてくるのよ。遅かったな、シャル。これからは私の目を感じさせる。いよいか、まずは我々に歯向かう軍勢どもを始末する。邪魔する者には消えてもらう。耐えるのだ。我が同胞は世界の大変の肌が見えず、貴様と同様に油断すんなよ。シャドウ、いい加減にし
しろ。エックス、何が起きてるんだ。さすがだな、シャドウ。リングの近くで丸ボタンを押せばライトダッシュが使えるぜ。あの黒いやつらが何者なのかは知らないが、街が燃えています。奴ら化け物か。うわ、邪魔する者には消えてもらう。ブラスト。うわ、奴らの戦艦がレーザー照射を続けています。ブラスト。ヘイ、僕は何をしている。やめんな、シャドウ。赤い身に触れるな。全てのエメラルドを手に入れ、必ず真実を見つけてみせる。世界の主要6都市に突如出現した正体不明のテロリスト集団黒の軍団の攻撃によって、各地で深刻な被害が発生しております。中でも我が軍の兵力が最も手薄だったウエストポリスの都市部はほぼ壊滅状態とのこと。なお未確認情報ですが、ウエストポリスにて黒いハリネズミを目撃したとの報告が。シャドウ、黒いハリネズミを発見次第黒の軍団ともども即刻始末せよ。しかし、彼は以前。構わん、奴は我らの敵。これは命令だ。私は騙されんぞ。必ずこの手で息の根を止めてやる。我が命令に背いたな、シャドウ。誰の命令にも従うつもりはない。エメラルドは僕のやり方で集めてみせる。己の立場を理解していないようだな、シャドウ。あのプロフェッサー・ジェラルドに過去の記憶を消されでもしたか。プロフェッサー？ふん。まさか生みの親のなすらを覚えていないとはな。何？いずれにせよ、我が命令に背いた罪、その身にしかと刻み込むがいい。
ここは。どうやら奴の力を少々見くびっていたようだが、これではっきりした。奴らの進む先に僕の答えはある。見知らぬ土地だ。よう、シャドウじゃないか。お前はもう見たか。この辺りをうろうろしている黒いバカ、俺たちで退治してやろうぜ。黒いハリネズミを確認しました。ブラボーチーム応答せよ。次は我が神殿の目覚めの鍵となる宝玉を見つけ出し、その力を解放してもらう。失敗は許さない。行け。このれ、謎の遺跡に黒の軍団だぞ。くらえ、一歩も引くな。早く化け物を取り倒してエメラルドを取り返そうぜ。はあ、究極の力見るがいい。倒す。三つ目の力がいるんだよ。神殿を揺らす波動もさらに大きくなっているようだ。
僕は自らの意志で行動する。誰の指図も受けない。完璧だ。大統領、たった今届きました連邦情報局からの報告によりますと、ウエストポリス地区を占拠したテロリスト黒の軍団は軍の抗戦により撤退、未だ抗戦中の5都市においても我が軍優勢との情報が入っております。また情報局のメインコンピューターが何者かにハッキングされたとの報告があり、連邦捜査局では今回のテロ事件と同一グループの犯行とみて捜査しております。各長官に伝えてくれ、我が連邦国は決してテロには屈しないと。かしこまりました。かつて偉大な二人の英雄によって救われたこの星、彼らの功績を無駄にしないためにも。必ずや我々人類の手でこの星を守りきってみせる。どうやらカオスエメラルドとは無縁な場所に来てしまったようだな。そうだ、僕はどこからか逃げ出し、ここで人間どもに捕らえられた。一体どこから、何のために。コントロール。
この上へ行く。見つけたぞ、四つ目のエメラルド。ふん、完璧だ。